玉田は2010年に千葉にもんじゃ焼き店をオープンしたが現在は閉店している。玉田は一般女性と結婚、奥さんは子連れで何度もプロポーズし結婚した。玉田はワールドカップブラジル戦で先制点を挙げたがあまり鮮明に覚えていない。玉田は名古屋時代ファンにストーカーまがいのことをされブログで抗議した。玉田は名古屋の2度目の対談の際クラブからねぎらいの言葉一つなくがっかりした。玉田曰く日本代表が点を取るためにはエゴイストが必要。玉田が柏でプロデビューした時の監督は西野で個人的に合わなかった。玉田はプロになってから2ヶ月間ブラジルに留学したが差別的な扱いを受けチームにすぐ帰らせてくれと頼んだ。玉田が1度目の名古屋に移籍した当時、名古屋は若い選手の墓場と言われていた。